とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。タワーで出てきた装備、いいやつを見せてください。ということですね。タワーで出てきた装備、いいやつは結構あると思います。で、全部を紹介するとかなり長くなると思いますので、3回に分けます。武器、弓、防具の順番ですね。今日は武器紹介していきたいと思います。全部ではなくって、俺がよく使う5つっていうのを厳選して紹介していきます。では、5つ行きましょう。それではタワーで出てきた良かった装備5つ紹介します。まず1つ目、機械化ソーブレードですね。ソーブレードは4つ持ってますけども、この中でもこれが一番理想的なエンチャントかと思います。リフレッシュ、ダイナモ、重力ですね。この3つつけてると、道中でもボス戦でも使っていくことができます。まあ、使うにあたっては、絶対的に釣り竿が必要になるんですけども、強いですね。ダイナモ20貯めて、特攻していく感じですね。重力で集めて、リフレッシュを発動させて、ポーションバリアでガンガン進んでいくっていう感じです。ただ、機動力はあんまりないので、そこまでおすすめはできませんけども、まあ、機械化ソーブレード、ボス戦とか、なかなか強いんじゃないですか。それではタワーさんいいもの2つ目、これですね、心を奪うものです。これはね、使わないかなと思ってたんだけども、厳選して使ってみるとむちゃくちゃ良かった。すっごい使いやすい装備ですね。まあ、エンチャントが理想的っていうのが多分条件なんだろうけども、条件が揃うとかなり良かったですね。黄金でリフレッシュ3で、重力、アンチャンティング、虚無となってます。まあ、重力は1でも全然いいんだろうけども、一応こんな感じで入れております。アンチャンティングを追い打ちでもいいんだけども、まあ、このアンチャンティング入れてると、高難易度のエンチャントの敵をバッタバッタ倒していけるので、なかなか気に入ってます。これ使いやすいですね。それでは、タワーで出た良かったもの、3つ目、囁く槍ですね。これ視聴者さんの動画を見て、めちゃくちゃ強いなと思って、厳選しようと思ったら、次の日ぐらいに出たやつですね。エンチャントも結構理想的だと思います。重力、で、虚無、クリティカル、リフレッシュとなってますね。このクリティカルのところを、追い打ちとか、アンチャンティングでもいいんではないでしょうか。もともとはね、あんまり使う気はしなかったんですよね。縦には範囲広いんだけども、横に短いので、ちょっと使いにくいでしょうと思ってたけども、実際やってみると、槍強かった。めちゃくちゃ良かった。何がいいかって、一番はね、キノコがいらないところですね。キノコなしで、結構な火力出せるので、この囁く槍、エコーがついてるんでね、めちゃくちゃ良かった。これは、このツタのアーマー、今着てるやつだけど、これを装備して使うことが、結構ありますね。出番は多めです。それでは良かった装備4つ目ですね。星なき夜です。まあ、高火力で有名な武器になるんですけども、これもね、エンチャが理想的なやつが来るとすっごい強いです。すんごい強い。二つね、いいのが出てて、これがエコーさんだね。そしてリフレッシュ、虚無、追い打ちです。火力むちゃくちゃ出ます。で、エコーって、あんまりね、注目してなかったんだけども、合う武器にはすごく合う。めちゃくちゃ強いです。で、もう一つの星夜がこれだね。クリティカル2の追い打ち、リフレッシュ、虚無です。このクリティカルが2だっていうところがちょっと残念なところですね。これ3だったら良かったかな。うん。まあ、もしくはアンチャンティングでも良かったんじゃないでしょうか。この2つの星夜はかなりお気に入りで使ってますね。
続いてタワーで出てきたいい装備、最後一つですね、覆われた怒りですね。これはもうタワーさんのもう代表的な強い武器ではないでしょうか。263の怒りはね、かなり効果力が出ます。さらにこれはね、エンチャントがかなり重要なんですよ。怒りはエンチャントが重要。特に俺が重要だと思うのがリフレッシュだね。リフレッシュは絶対に必要だと思います。あとまあまあ人それぞれの好みによるんですけども、虚無とかダイナモとかあると思いますけども、俺はリフレッシュは絶対必要と思います。とあと一つね、ダイナモ。ダイナモも昔は虚無の方がいいでしょうと思ってたんだけども、使ってみるとね、ダイナモが強い。やっぱこの怒りの立ち回りでね、ぴょん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 するので、ダイナモっていうのがすごくマッチするんですよ。まあ、これもね教えてもらったことなんですけども、リフレッシュダイナモがついてるやつっていうのがやっぱり良かったですね。今使ってるこれが今のところのベストです。ガードストライクリフレッシュダイナモ、これ結構前に出たやつなので、黄金じゃないんだけども、黄金に虚無ついてればマジで良かったと思いますね。でもまあこのダイナモリフレッシュガードストライク、かなり使い勝手がいいのでよく使ってます。まあ一番使ってるのがこれかもしれないですね。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。タワーで出てきたいい装備、今日は武器を紹介しました。全部言っちゃうとねかなり時間かかっちゃいますので、今日は武器そして5つ厳選して紹介しました。やっぱりタワーは効果力が出るので強い。ただし厳選は地獄のように難しいですけどね。まあ、これからもね、どんどん厳選していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。